ロボカップ向けの開発バージョンのナオナオは自立歩行する小型ヒューマノイドロボット。フランスのパリに拠点を置くアルデバランロボティクス社により開発された。ナオの学術開発版は大学や研究機関において研究目的で利用されている。一般公開は2011年以降になる予定。ロボットによるサッカーコンテストとして毎年開催されるロボカップにおいて 四足ロボットリーグに長らくソニーのアイボが採用されてきたが2006年のアイボ販売終了に伴いこのリーグは終了する流れとなる大体となるものとして2007年8月15日スタンダードプラットフォームリーグ用の機種として n o の採用が決まり2008年以降使用されているロボカップ2010では n ウフ f 3 r が共通プラットフォームとして採用される また2008年には Nao カデミックエディションが教育関係者や企業に向けてリリースされた。2011年半ばには一般公開バージョンがリリースされる予定。2018年の第6世代 Nao6 では Atom E3845 の CPU4GB DDR3 RAM 32GB の SSD へスペックアップされたことで起動時間は従来品。 なおエボリューションの131.7秒から79.4秒へ大幅に短縮された。カメラも固定焦点レンズからオートフォーカスレンズに解像度もトップカメラは 1280-960-5fps から 2560-920-15fps へ刷新された。その他、全視光性マイクで音声認識力の向上。 Bluetooth 接続に対応し Wi-Fi の高速化が図られている。スタンダードプラットフォームリーグテクノロジー、都セントラムインフォーマティックウントインファーメーションテクニック、ハットナオによる新競技、スタンダードプラットフォームリーグを設立、レニュース D アブリルポアナオ D、アルデバランドボティクス、ナオ EN プロダクション、ロボットブログ、2015年2月5日閲覧。 MSRS Now Simulation c o m p e t i t 4ロボカップ2008 is now available.Microsoft r o b o t i 2014年12月23日閲覧。なおが世界中の研究機関で支持されるワケフツアルデバランドボティクスメゾニエ CEO に聞くロボナブル2014年12月23日閲覧。アルデバランドボティクスの研究プラットフォームなお 大阪大学でデモ、インプレスウォッチ、2015年2月5日閲覧。普通アルデバランドボティクス、ナオによる安定化制御を披露、押されても安定して歩行。ロボナブル、2015年2月5日閲覧。フランスのロボット、ナオが、チームダンス動画、東大が、フランス製人間型ロボット30代を導入、人とのコミュニケーション研究に利用。日系テクノロジー。 2015年2月5日閲覧。アルデバラン、S ニュー、ナオロボットでも、IEE スペクトラム、2015年2月5日、閲覧。ナオネクストジェン、転んでも、自力で立ち上がり、顔認識して会話もできる、ロボット登場。ナオロボットレボリューショナイゼズエデュケーションフォーチルドレンウィズ、オーティズム。指フランス、2015年2月5日閲覧。アルデバラン、 ニュアンスの音声認識技術を人型、ロボット、ナオに搭載。マイナビニュース。2015年12月19日閲覧。進化したナオを公開、強化されたロボットと、より包括的なオペレーティングシステムハットアルデバラン、アトムを搭載する、第5世代目のロボット、ナオエボリューション、JTP、アルデバランとヒューマノイドロボット、ナオの販売代理店契約を締結。 マイナビニュース。2015年12月19日閲覧。接客の人型ロボット導入へ。19。過酷語対応日本の銀行。CNN。2015年2月5日閲覧。三菱 UFJ 人。接客ロボを本店の店頭で公開。産経ニュース。2015年4月13日閲覧。人型ロボット。なおの。レンタルサービスを開始。 オリックスレンテック。2015年12月19日閲覧。新たな、ナオが、パリのペッパーワールドで初お披露目フランス大統領に、出会う。ロボスタ。2018年5月26日閲覧。日本サードパーティー、ヒューマノイドロボット、ナオの新バージョン、ナオ6の、販売受付開始と先行販売キャンペーン開始を、発表。日本サードパーティー、 2018年6月28日閲覧。なお、A ロボットザットシーズ、スピークス、e、R-E-A-C-T-S-T-O-T-O-U-C-H-A-N-D-S-U-R-F-S-T-H-E-W-E-B-G-I-Z-M-H-E.COM、e、なお、ロックザ・バーサタイルヒューマノイドロボット、ソフトバンクロバーティックス、2018年6月28日、閲覧。東大 ヒューマノイドロボットを活用した教育と研究を開始。マイナビニュース。2015年12月19日閲覧。日本人を魅了するフランス生まれの小さなロボット、なお。在日フランス大使館。2015年12月19日閲覧。ヒューマノイドロボットなおを用いた教育と研究を開始。東京大学。2015年12月19日閲覧。 19言語を話す人型ロボット、米図書館で活躍へ。ウォールストリートジャーナル。2015年12月19日閲覧。アルデバランなおエボリューションが当社に入社。ロボットスタート。2015年12月19日閲覧。ハウステンボスが変なホテルロボットが接客園内に7月開業、概要を発表。日経新聞。 2015年12月19日閲覧。人型ロボットの導入。大垣共立銀行。2015年12月19日閲覧。世界初、ワトソン搭載のロボットコンシェルジュがヒルトンホテルで採用される。ギズモード。2016年3月17日閲覧。ありがとうございます。